皆様こんばんは。こんばんは。ということで始まりましたすごカフェのお時間です。本日も私市田しのがお届けします。よろしくお願いします。もうそんな感じで新しい9月になったから、ちょっと9月といえばリニューアル系じゃないですか、から新しい感じで入ってみました。ただ何も考えてなかっただけです。こんばんは。今日もみんな元気よく行ってまいりましょう。あ、かわいいかわいいということでありがとうございます。それではいつもの店長を皆様にお伝えします。お伝えしますってなんだ。店長です。どうも、オムラです。よろしくお願いします。日本語おかしくない？日本語ちょっと最近日本語喋ってないかもしれないです。喋ってない、ご紹介す、忘れちゃった、母国語なのに。ご紹介しますだ。店長って来てますよ。店長です。店長です。そう、イケメン来た、キャーキャーって言ってる。シノが出た時より湧いてますよ、みんな。あ、どうもどうも。久しぶりでございます。ね、2週間ぶり？そう、パラリンピック終わったね。終わったから昨日、ね、やっと入れた。そうだそうだ。一応ね、オリンピックとパラリンピックを避けて、そう、オリンピックとパラリンピック期間はね、ここのお店に来れないっていうね、渋滞しちゃってね、ここ前そなんか、そこの封鎖されてるから入れない。皆さんも見ていただいてる、うん、あの通りがもうメイン国立競技場につながってるところなんで。大変なことになっちゃう、もう入れないんだ我々はね。そう、そうで、やっとあの無事にね、うん、大きなまあ問題もなくよく終わったねって話でね、さすが日本。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。昨日閉会式見てたけど、うん、結構知ってる人がいっぱい出てた。うーん、え、選手にですか？いやいや、裏方で、あの、裏方で踊ってる人とか、はいはい、あとこの演者さんとか、あと MC してる人とか、はい、結構知ってる人がいっぱいいて、うん、みんなみんなこっそり出てんなとか思いながら。ね、こっそりね。そんな感じでね、あるあるだ。でも無事に終わってよかったですよ。よかった、うん、お疲れ様でした。お疲れ様です。あとはレガシーですね。レガシーの問題ですよ。え、オム店長自体は、まあ、どんな、2週間ぶりぐらいですけど、どんな感じで過ごされてたんですか？ずっとテレビ見てた、うん、パラリンピック？パラリンピック。なかなかね、テレビでやる機会とか見る機会ってないでしょ、うん、で、私は個人的にブラインドサッカーとかいろんなそういう障害者スポーツを結構もう10年以上前ぐらいからね、いろいろサポートしたりとか、うん、あのいろいろ連携してなんかいろいろやってきたんで、感無量ですよ、こうやってテレビで、うんうん、ね、なかなか見る機会もなかった、うちの家族も含めてだけど、それでね、あのいろいろ感動するじゃん、うん、関わっていらっしゃいましたしね、うん、そうそう、関わってたんでね、うん、現場に行けなかったんですか？だってチケットだからめちゃくちゃ当たっててさ、チケットでもうホテルも決めてて、うん、行く気満々だったの、うん、ね、これもうパラリンピック期間はもう見に行く人っていう位置づけでね、うんうんうん、支えるよりもね、それ楽しみにしてたんだけど、無観客になってしまったんで、ずっとテレビで。関係者で行けないの？だってだから今見る人が嫌がったんですよね。現実的に今の関係してる人は現場に行くでしょうけど、うん、私はもうちょっとそこは離れて、うん、もうあの期間中はもう応援しようみたいなね、うん、そういうノリだったんで、そしたら応援しに行けない、行けなくなっちゃった。行けないっていう、みたいなね、テレビで見てたって。そんな感じですよ。え、それなんかありました、ここ最近は？ ありがとうございます。どうぞどうぞ。いつものシナです。オイルいただきました。ここ最近は何かあったんですか？私はね、いや、もう最近はセリフ覚えと歌の歌詞に追われてて。10月だよね。いや、本当にもう過ごしじゃないですか。あの、私いろいろ、例えば病気とか、うん、いろんな試練乗り越えてきたなと思ってるんですけど、うんうん、私史上一番の試練が今なんじゃないかなぐらいの、ちょっと日本語がマジで入ってこないっていう事態に追われてて、歌詞も覚えれない、セリフも覚えれないで、もう本当に時間、初めてもっと時間が欲しいと思ってます。生まれて初めてです。あら、真面目にあれ向き合ってんだ。
セリフとか台本とかに、いやそれが向き合おうとしてるんですけど、いつも向き合わないでいつもなんかもうデストロイヤーみたいな感じじゃない。それはやばい、あ覚えた覚えたみたいな。周りはみんな台本通りやってるの、一人だけなんか自由な感じ違うことやってる、周りが逆に合わせていくみたいな、そういうスタンスだったんじゃないの。そうそう、もう一応ちゃんとセリフは喋りますよ。あそうなんだ、そうそうそうセリフは言うけど、いやもう入ってこないですよね全然。しかもハグハグさんの舞台10月のね、あの9と10は2人芝居なんですけど、私ほうほうそれに関しては2人じゃないですかもうね、うん、相方のセリフが終わったら私のセリフなんですよ、ま、漫才だっけ。漫才じゃないのよ。あ漫才じゃないの。ちゃんと芝居するんですよ。あのどっちがボケなの。ボケとかじゃないの。そのじゃないのコントとかでもないですよ。演技なの。演技するんですよ。大丈夫それ。だって漫談だったらさ、だってもう要はボケとけばいいわけじゃん。いや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 、相手が何とかしてくれるんだから、まあ、漫談もねすごい技術は必要やと思うけど、今回はそれはしなくてみたいな。いやもうね、相手のセリフが終わったら次私のセリフっていうのが繰り返しじゃないですか。もうね、あそれもだからそれなしでなんかやるとかじゃなく、即興劇じゃないの。即興劇じゃないの。即興劇が得意じゃん。だって即興劇は正直得意なんですけど、ちゃんとガッツリそれやりなさいみたいな感じなんだ。やりなちゃんとそれ一番きついやつ。ちゃんと台本いただいてやってるんですよそれきついやつだ。いやもうね本当にね大変で、じゃ止まっちゃうかもしれない。止まっちゃわないように頑張ります。そうだそうだね。でも結構なんか雰囲気がいい舞台なので、おうおう、ちょっと止まっちゃったら雰囲気重視で行かせていただきますけど温かい目でみんな見てね。そうでも相方のはすごく困ると思うから相方の人はどなたさん。木村美久さんっていう、私もまだお会いしてないんですけど。会ってないの。お互い初めましてでやるの。そう、このチームだけですね。オムニバス形式みたいな感じで4チームあるんですけど。相手かわいそう。いやそう、相手の方はもう私たちのチームだけ初対面コンビ。あれか、しのちゃんと一緒にやるっていう人が結局決まらなくて、その人が知らないから。そのシーンはミレドさんしか知らないけど。なるほどね。いやいや、しのちゃんとはみたいな、そういう。そう、あったかもしれんただまあこれがその2年前に違う、去年やるはずだった舞台の、サイドストーリーみたいな。サイドストーリーじゃないか、去年できなかったからね。そう、でも去年いただいてた役そのままでやるので、こう、皆さんお楽しみにしていただければ。それが10月の9 9と10、2人芝居が10月の土日ですね。本公演したらもう決まってんでしょ。そう、10月の9 10月の7日から10日で、10月の7日と8日はハグハグ共和国さんのお祭り形式の回になってます。7日が私7、8、90と登場するんですけど、7日が映画が流れます。7日は映画なんだ。映画ですね。なので私は実際には登場しません。スクリーンの中に私が出てきます。あ、映画の中で出てくるってことね、うん、で、8日が夜19時回から登場するんですけど、はあはあ、ハグハグ共和国と株式会社ワルキューレによる朗読劇みたいなみたいなやつです。それ出るの。それには出ます。そで、それは会場でも見ていただけますし、あ、うん、7日も見ていただけるんですけどね、はいはい、会場にも見ていただけますし、なんとそれだけニコ生での配信になるんですよ。8日そう、8日がニコ生なの。ニコ生です。あとの7、9、10はツイキャスなんですけど、8日はニコ生での配信になっていて、はいはい、8日の夜、その私たちの時だけニコ生なので無料で見ていただけます。無料なの。そうです。でも会場でも見ていただけて、普段ハグハグさんがやられている、うん、あの選択型リーディングってやつなんですけど、朗読劇をするんですけど、皆さんのアンケートとか回答によって、結果というかその後のストーリーが変わりますよっていう。なるほど。やつなので、会場でニコ生をなんか開きながら、うん、押して、そう、アンケート機能を使ってやるみたいな。なるほど。会場に来ても携帯触りながらできる、見ていただけるっていうようなものになってます。で、うん、10月の9日10日がハグハグ共和国さんの本公演、はい、で、昼夜と別の芝居になるんですけど、私は9日は夜の回で、10日は昼の回に2人芝居で出てきます。これ同じ内容なの。
同じ内容です。9も10も同じなんだ。同じ内容、同じことするってことね。同じことする。本公演、なるほど。あ、こんな感じ。10月8日シノの選択型なんちゃら見る、うん、1見る、2見ない、3意味わかんない、うん、3番意味わかるだろ。3番意味わかんない。意味はわかるでしょう。今集計中です。集計し、見るにしたわ私は。出るんだけどね。出た。ほら意味わかんない。なんで意味わかんない。半分ぐらい意味わかんない。逆に見ない押したの誰よ。ちょっとなんかちょっと出してる ツイッターとかでこのことちゃんと。あ、出してますよ。あ、そう、うん、じゃあ後で貼っとこう。貼っとこう。こんな感じでね、押していただくとストーリーが変わってきますよっていう。なるほどね。じゃあとりあえず詳しいことはあの上かなんか見てもらって、で、現場に行ってもいいし、オンラインで見れる、オンラインで見てもいいし、でチケット12日発売予定なので、うん、8日だけは無料だけど他はちゃんとチケット買ってねってことだよね。そうです。8日無料ってのがすごいですけどね。そうだね。あ、投げ銭あるの？もう分かんない。 あるある、応援チケットある。応援チケットか。そうそうそう、応援チケットがあるので、そうするとシノで買うとなんかシノ、うん、なんかいいのがあるかもしれないですよ。でも仲介マージン取られちゃうから、できれば自分の口座に振り込んでもらいたいっていうのが口座はやばい、あの切実な願い。切実な願い。それはやばい。今回だってああいうのダメなんでしょ、なんか送って。あ、そう、プレゼントいただいたりとか、うん、終わった後の物販とかもない。そうそう、お話とかができないので今年は。そうか、そうそうか。そう、銀行口座発表して、うん、そこにお金が振り込まれてても怖いけどね。あ、なんか入ってんだけどいくらかみたいな。え、いいじゃん別に。いやだよ。解説しようかな、新しいやつ。そうだよ、ね、あのどっかに出しとこうか、一田篠の口座番号。しかも銀行解説するときって理由聞かれますよね、確か。え、持ってるでしょ。持ってる持ってる。じゃあそれでいいじゃん。怖い。あの、おこ、おこ、心、心、何す、心出し、お心。そう。応援、応援チケット買ってくれるのもいいけど、直接直接回りですみたいな風にした方がよ、ね、俺なんか直接あげたいけどね。まあ、その分ね、システム料取られずくれる。そう、直接だったら直接じゃん。間に誰も入んないからさ。あ、ペイペイがいいんじゃないかっていう話。あ、そういうね。あの、そういう、いいね、いいね。じゃあ、なんかポイントでもいいの、なんか。あ、ポイントでもね、楽天ポイントとかTポイントとかね。ポイント送るでもありだね。そうか。ぜひね、あの見ていただければと思います。いや、時代です、時代ですね。ね、時代ですね。うん、あの、ゲン生じゃなくてもそう、ポイント、いい、ポイント、ポイントでもいいってことだね。超時代じゃん。時代っすね。いいわ。500ポイント送るね、じゃあ。500ポイントなんだ。LINE ポイントでいい。じゃあちょっとチケット代分欲しいっすよね。あ、そう。まあ、そんな感じで皆さん見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますってことでね、え、オム店長はどんな、はい、私はもう大変ですよ。何、どうしたんですか。大変、多分冷蔵庫に入ってるからちょっと取ってきてみて。何が、何が、結局何、結局何、何なんですか。私の私のって冷蔵庫、私の冷蔵庫って何。私のあれが冷蔵庫に入ってるんですか。そうなんです。何ですか、あれ。なんかそうですね。いなくなっちゃって。喋っといてくださいじゃん。何を喋、いなくなっちゃったけど。あ、スタバのギフトいいね。スタバギフトいいじゃないですか。時代ですね。まあ、もらえるもんだったら何でもいいんだよね。どこ行っちゃったんだろうね。まあちょっとね、何やってんだろう。まあ、一応ちょっと私の話をするとですね、あれはおととい左目がですね、いきなりこう結膜炎みたいな、こう充血がすごくひどくなってしまってですね、で、まあ、これでその後もう光に当たるだけでも眼球が痛いっていうね、そういう症状に見舞われまして、多分ずっとこの1年以上引きこもってパソコンばっかししてたからなんじゃないかなと思って、急にちょっと目が痛くなったんで昨日眼科に久しぶりに行きました。四半世紀ぶりぐらいですけどね、眼鏡かけてるんですけどね。で、で見てもらったら、ブドウ膜炎って、あなたブドウ膜炎ですよって言われて、何それ
何それって、で紹介状書かされて、ちゃんと大きい病院で検査しなさいと、言われてですね、まあ一応目薬もらったんでそれつけてね、今目が痛みは全然消えたんですけれども、ちょっと近々検査しに行かないといけなくなってしまいましてですね、ブドウ膜炎って何だろうみたいなね。で今日、早速、その紹介状を書いてもらった病院に、アポ取るために電話したら、でブドウ膜炎って言ったら、ちょっと検査はするけど、もしひょっとして悪かったら大学病院に行ってもらうことになりますからねってすごい脅迫を受けてるね。オム店長、あれ来た来たね、ちゃんと繋いでたよ。冷蔵庫にブドウ入ってた。ずこはい俺たち漫談はできなさそうだな。オム店長が何か言ってくんないと成り立たないのよ。ブドウ膜炎の話してたら、なんでブドウ持ってきてる。ブドウ膜炎の話してたんですか、うん、そう、ブドウがねあった、うん、そのブドウじゃないんだよね。ずここのブドウじゃなかった、うん、多分みんな引いてるよね俺ね、完全に。いやみんなえ、フリって言ってる。これがフリだった、ブドウ膜炎がフリだったんかみたいな。じゃあ本当にブドウ膜炎になっちゃって、ね、左目が、いや、うん、目がね、目は大事ですからね。しのちゃんもなんかあれ、スマホやりすぎて目悪くなったんでしょ。あ、そうそう、あの私はあの普通の画面スマホ見てても、パソコンで作業してても光が眩しすぎて目痛くなっちゃって。同じなんだよ。そう、から私、うん、スマホ実は真っ暗、あの真っ暗っていうか一番光を落として見てるんですけど、うん、それでももう夜は眩しい、ああぐらいですね。眼科行った？眼科行った時に、あの緑内障、おばあちゃん、おばあちゃんがなる、緑内障に、おばあちゃんがなる病気じゃない、そうかもしれませんって言われて、緑内障って知ってますか？みたいな、え、ちょ聞いたことありますけどって言ったら、これはおじいちゃんやおばあちゃんがなる病気ですって、わざわざゆっくりお医者さんが説明してくださいましたよ。そうだよ、老人がなる病気じゃない。そう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 。なんかそれにならないためにみたいな、もしかしたらちょっともう入ってるかもしれないからみたいな、うん、あ、その毛があると。そう、あるからみたいな。今も大丈夫？検査したのそれ。いや、してないっす。しようよそれ。ちゃんいや最近さ、なんかもう、ね、コメントでもういい年なんだからさ、ちょっとまだ、まあ、そうだよね、昭和、まだ若い、な、昭和だからさ、平成生まれなのよ私は。俺も人のこと言えないけど、やっぱちょっとガタ来てんだって。ガタ来て、いやいやいや、ちょっとちょっと、まだ同じじゃんでしょ。まだ違うでしょ、まだまだだ、まだ大丈夫かな。でもまあ最近やっぱテレワークとかさ、そう、自宅の仕事とかが増えて、やっぱパソコンね、ずっと家でやってるケースも多いしさ、これから現代病じゃないけど、なんかそうなっちゃう人多いんじゃない。そうですよね、多分現代病、うん、いや、いいよ、ブドウも食べて、ですよね、食べていいよ。これどこに置くのかなと思って。なんでブドウがあるの、まあ、まあ旬、旬だよね。そう、だって、いやいや、いや、まあ、そもそもね、ブドウ膜炎の、そもそも冷蔵庫を見てきてって言ったのオム手帳ですからね。あ、あ、そういえば、みたいなね。あ、そういえば、そういえば、そうだった、つって振りだった、みんなバレてる。バレだ。え、なんか大きいブドウがあったんで、ああ、よかったじゃないですか、どうぞ食べてください。私でも今日白いの着てきちゃったからさ、絶対私やるんですよ。あー、やらかすね。やらかすの。ティッシュ入れたの。そう、だからちょっとティッシュ、しかも驚きの白さでみんなからティッシュ見えてないでしょ。今日なんか私白いなって思ってたもん。そうだね、思いっきり汁がかかりますね。いや、もう絶対やるんですよ私、いつもの、ね、いつもの感じやったらやりますね。ということで、でも目はね、うん、本当心配ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。ちょっとやっぱスマホとパソコンがやっぱね、もう毎日当たり前のようになって、うん、で外出なくなったじゃん、うんうん、日当たらなくなったしさ、うん、これ皮むくんかな、なんか今日カメラ大丈夫かな、みんな見えてるかな、なんかぼや、うん、ぼやってする、たまにぼやってすんの。俺の目は今ぼやぼや、私が概念だから認識されてないかな人通して。あ、どうなんかね、私がパッて見るとね、シューンっていう、ほやっていう感じになるような気がしたけど、ほやほやしてるのね。そう、ほやほやしてる、うん、いいじゃないですか。私ね、ぶどう結構好きな、まあ、フルーツ好きなんですよね、ぶどうだけじゃなくて。ちょっと俺の代わりにちょっとぶどう食い尽くしてよ。わかりました。でもなんか、なんだっけ、目良くなるのってぶどうでしたっけ。あ、それ聞くね、ブルーベリーとかぶどうとかいいっていうね、うん、ね、聞きますよね。
本当か知らんけど今日も丸いよって、うん、丸さは聞いてないのよ。そうだね、まあ、共通してんじゃん丸いってところ。丸。なんかこの手前にもなんかブドウいっぱい置いてあるじゃん。あら、なんですかこれ。なんすかね、今触れないよ私。あ、そうだね。うん、絶対触る。もうちょっと伸ばしてください。じゃあ伸ばそう、はい、うん、いただきます。どうぞ。食べてますね。うまっ。皮渋。おいしい。やったじゃん。おいしい。お手拭き欲しいぐらいですじゃあゆっくり食べてください。え、これほんとおいしいです。いい、いいぶどうだ。種ね、ないの今。私もパクって1個でなんか1回で食べちゃったけど大丈夫かなって思ったんですけど、種がなくて。巨峰ですね。巨峰か。え、巨峰は種ないんですか。いや、今ほら品種改良で種なしができてんじゃないの。はあ、そういうこと。うなんかシャインマスカットとかね、美味しいよね。美味しいですね。そういう時代になったから皮ごと食べちゃえ。これ皮食べれるんですか。あー、よ、余計目が良くなるんじゃないの。余計、うん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 、ちょっとね、やっぱしね、目が見えないって困るねだってあの車、俺も車運転、ね、そうそう、できなくなっちゃうし、もうね、やっぱ目が、だからそう考えるとブラインドサッカーの選手とか、うん、パラの人でもほら目が見えない人たくさん出てたけどさ、うん、すごいね俺片目見えないだけでさあたふたしてたのね。いや、片目見えない眼帯とかするじゃないですか、うん、その時だけでもう、あ、もう私は目がみたいな。歩く、そうそう、なんか方向っていうんですか、バランス感覚とかもね、平行感覚もね。そうそう。で、今だってみんなこうやってコメント出してくれてるけどさ、うん、なんだろう、おじいちゃんとかよくこうやってメガネこうやってたとかさこうしたりとかするんじゃん。あ、するのか。でもわざわざ遠くしたりね、メガネしてんのに外したりね。あの気持ちがめちゃくちゃわかる今本当に見えないのだって。本当に本当にぼやけちゃって、ポリフェノールって何だったっけ。なんかあるね、ポリフェノールって聞きません。これ入ってんじゃないの、ポリフェノール。そうか、うん、目は大切にしましょうというお話でした。しかも一人につき一つですもんね、目って。まあ一セットですもんね、うん、替えが効かないからね本当だよね。服とかは替え効くけど、うん、目とか自分の体はね。今ふと思い出した。何ですか。目のことについて。え、どうしたんですか。じゃあね、ちょうどね、小学校上がるか上がるか、うん、上がるか上がる前かぐらいな時にさ、うん、あのラジオでさ、うん、電話相談室っていう番組があったのよ。はあ、ね、皆さんもね、昭和の人たちだからわかるでしょ。なんか悩みを電話にするとさ、うん、なんかその専門家みたいな人たちがさ教えてくれるって、はい、回答してくれるってさ。へー、そんな、そういうラジオ番組があった。今もやってんのかな、わかんない。今は限定的にやってんのかな、うん、それに、うん、あれね、ちょうどそのぐらいの時にすごく疑問だったことがある、うん、それが人間は目が2つあるのに、うん、なんで画面は1つにしか見えないんですかっていう素朴な疑問、うん、それを聞きたくてずっと電話かけまくってた。はいはい。あ、それがオムンさんの質問だったの。質問だったの、うんうんうん、疑問だったの、はい、人間は目が2つあるのになんで画面1つしか見えないんですかっていう素朴な疑問を、うん、誰も大人たちに聞いても、うん、こうなってくからだよみたいなさすっごいなんかざっくり言われこうなってくからだよみたいなさはい、はい、でちょっと全然ピンとこなかったから、それをちゃんとした専門家に聞きたいと思って、うん、一生懸命毎回毎週のように電話かけてるのに、うん、一回も繋がんなくて諦めたっていう諦めたの。そう思いました。なんか聞けなかったんだ、うん、なんかどういう質問するんですか、そういう皆さんは、つながった皆さんは。いろんな質問だよね、多岐にわたって。あ、それこそ子供らしい質問から。そうそうそう、風はどっから吹いてくんですかとかね。あ、なるほどへ、素朴な疑問なんじゃないの、みんな、うんうん、何でも OK だったんだ。そ、昔は何でも OK だったよね。今はなんかあれじゃないの、このテーマを絞ってさ、その専門の先生のテーマに合わせた質問とか疑問があれば、うん、聞いてねみたいな。恐竜についてとか虫についてとかさ、うん、なんか自然についてとかやってんじゃないかな、うん、たまに夏休みとかやってたのに聞いたことあった。あ、そうなんだ、うん、市のへーもぐもぐなんてカフェでね
話聞いてるみたいな感覚になっちゃった。あ、まあ、カフェだからいいか。今日二人ともちょっと目がやられてるんで目やられてる、ごめんなさい目やられてるんで、ちょっと私ね、ご飯ってか食べ物出てくるとね、もうそっちに集中しちゃうからさ、それ食っちゃうと、うん、これ次の、あ、いけないの、今日のテーマいけないじゃない。じゃあ片付けますね。そう、ちょっとこれちょっと横に置いときますちょっと手洗わしてくださいね。はい、じゃあ表ちょっとつないでて一応あれですよ、この前回クワルトだっけ、クワルトやって、でまあまあ面白かったと。で確かその同じようなところから出ているシリーズで何個かあったんで、じゃあもう一通り一個ずつやっていこうかってことで、今日はですねピロスだよね。ピロス、これ買いました、ピロス。あとこの間なんかいろいろみんなも言ってくれてたけど、うん、何個か買ったんで、ちょっと今日はちょっとピロスやろうかなと思って買いましたよ、ピロス。そう、なんか、うん、でルールをね調べたりしたんですけど、これただ詰めばいいのかなと思って、そう、アム店長がこっちの方が簡単そう、ただ詰めば良さそうみたいな感じだったけど、ルール見たら結構難しそうっていうゲームでございます。そうですね。ではボードオープン、ピロスピロス、ここに置いとけばいいから。あ、ボードこんなね、四角のこれは箱焼き器、そう、丸ピロスやだピロスミニとなっております。はい、それこそネットとかで買えますよっていうやつなんですが、白15個黒15個、こっちにストックが3つありますが、大きいやつだと全部ハマるんだよね、確かね。うんうん、たこ焼き美味しそうやって。ミニだからハマんない。ハマんないやつはちょっと隣に置いておくっていう感じね。置いてるんですが、はいはい、黒15個、白15個、計30個の玉があります。うん、これを全部積んでここの四角のとこね、4×4、うん、こうやってこんな感じでね、積んでいくんだよね。16のマスに積んでって、うん、ピラミッドを作るゲームです。積んでってピラミッドを作るってことですね、はい、まず勝利条件はピラミッドの頂上に置いた人が勝ち、うん、置いた人が勝ち、うん、なるほど。ただ負けもございます。ほう、負けっていうのはこの黒白それぞれね、私たちが受け持つんですが、ここに乗って出る黒と白の玉全部先になくなった方が負けなので、置いてって、うん、勝つにはそのピラミッドの頂上に置くか、うん、手持ちがなくなってしまったら負け、手持ち、そう、相手に手持ちをなくならさせるば勝ちになります。なるほどね、ちょっと難しいから、うん、まあなんかとりあえずやっていくんだけど、一人でね、まず一個ずつね玉を置いていくわけです、順番に交互に置いていくってことね。はい、どこ置いてもいいのね。そう、うんうん、どこに置いてもいいんですけど、うんうん、まず4かけこの4つ、はいはい、四角できたら次の人は上に置くことができますと、うん、これ2段目を作ることができる。置かなくてもいいってことね。置かなくてもいいです、置いてもいいってことね。うん、ただこの時ここから置くこともできますし、もしどこかに自分の玉があったらそこからここに置いてもいいです。ほう、もうこの時点で、白はもう3つ盤面に出してて、これは黒は2つになってるので3つ封印されてるみたいな感じなんだ。そう、もう、コマ数は黒の人の方が多いってことですね。上に乗っかってる時には下はもう動かせないってことだよね。そう、これがこうやって単品で置かれてたら自分の手札じゃなくてここの出てるところから上に置けるってことだよね、うん、置けます。なるほど、まあこうやって、うん、ピラミッドをねどんどん大きくしていくわけなんですけども、うん、もしね、はい、どうしようかな、こうなった場合、はい、ここに白が置いたら4つ白固まるじゃないですか。なるほど。
その場合は白の、私が白だった場合ね、うん、1つか2つ自分の手札に戻せるんですって。お、2つ戻せる。そう、2つまで1か2。なくなったら負けだから、こう戻せたらちょっと勝ちに近づく、ね、そうそうそう、近づく、戻せる。おお、なるほど。のでこうなった時点で黒の人は阻止するためにここに置いたりすると。ああ、なるほどね、うんうん、いう感じで、そう、ここに弾がなくなるか、自分の弾がなくなるか、頂上積み上げれば OK でございます。とりあえずやってみるか。うん、分かんないから、説明ね、聞いてても分かんないからね、してでも分かんないんだから、とりあえずやってみましょう。やってみよう。ああ、あ、挟まっちゃった。ね、転がっていきましたね。味見してみてって。千は。遅くなりました。皆さん、ピロスやったことありますか？ピロス、説明聞いてても分からなかったでしょ、今。うん。難しいよね、結構。この黒いのはブドウじゃないですからね。そう、ブドウはさっき食べてたのよ、ね、私が。シノがいっぱいじゃないのよ。これ、シノミニじゃないから。ピロスっていうゲームをするんですけど、ルール説明今、終わりまして、とりあえずやるか。そう、ちょっとなんかうちらも初めてやるのでこんな感じみたいな感じでやっていくので、みんなも見ながら覚えてってね。ということで、先攻後攻は、あ、まず色を決めるらしい。まあいいんじゃない、これで黒と白で。オッケー。どっちが先に置きますか。無難にじゃんけん。じゃあじゃんけんしますか。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ後攻で。 あ、そうなの。そう、わかんないから。じゃあ自分から置きますよ。うん。まあまずやってみそう。とりあえずやってみよう。うん。これ白、私白。うん。よし。これ。はい。これ。なるほど。なるほど。うん、でここですよね。ここを私は阻止しないと相手にね置かれちゃうんで、ここに置きます。まあ、2つ持ってかれちゃうからね。そうです。阻止したってことでしょ。阻止しました。じゃあ私は、うん、そうだね、ここにしよう。うん、じゃあ私はここに置きます、うん、そういうことだよね。そういうことですよね。結局この盤面じゃなくてここ置けるってことだもんね。そう、盤面から置けるってことですもんね、うん、オム店長。なるほどね。これルール説明聞いてないと分かんなかったよね、多分ね。うん、でも私もこれ置けるのかな。あ、置けますね。置いちゃっていいのかな。うんうんうん、置けます。あ、なるほどね。になったので、あ、私はここに置きます。はい、で私ここに置きます。はい、で、ルール説明の後に来られた方も多分いらっしゃるので、今ピロスやってピロスっていうのをやっててピラミッドを作った方が勝ち、はい、もしくはここに置いてある自分の盤面がなくなったら負けっていうゲームやってるんですけど、4つね、マスに4つ置かれたらこうやって上に乗せていけますよっていうゲームです、うん、で最後の置けばいいんだよね。そう、頂上に置いたら勝ちなんですけど、ね、今ここに黒が4つあるんですよね、はあ、あ、3つかあるので、はいはい、私がここを置かないと、はい、オム店長多分次ここ置きますと、うん、そしたら2つ戻せると、ね、戻せるの自分の球を、うん、なので私はそれ狙ってたのに狙ってたっしょから私はここに置きますと。なるほどね。はい、そういうことか。次オム店長です。じゃあそういうことだよね。そういうことですね、うん、じゃあ私ここに置きますと。なるほどね。じゃあ俺ここにあるやつをここに、うん、持ってきます。そうです、はい、でここに置かんかったら見えづらいな、こいつ。見えづらいねこいつらがいると見えづらいけど。そうそうそう、見えないね、みんなね。もうちょっとどこに置くればいい。左右に置いてあると見えづらくね。なんかこうそういうルールなんだろうけど、白はいいけどね。あ、じゃああれ持ってこの、あ、これ自分の、そう、自分の札をさ、もうここにちょっと今回はね見えやすいようにね、見えやすいように置いて、でこれが手札ってことでしょ。はい、うん、この方が分かりやすいよね、見えるよね、うんうん、でこの横にあの手札は置いて、これがなくなったら負け。はい、
もしくは最後に詰めば勝ち。勝ち、はい、じゃあここに置きます。くそ、分かってたか。上に乗せます。なるほど。はい、私下から抜けるやつないな。そうだね、全部すごいなんか地味な。確かにこういうゲーム考える人すごいよね。頭いいよ。しかもこれ全世界で売られてて、説明書前もそうだったんだけど、何カ国語の説明ありますみたいな。日本語がよくわかんないじゃん。もうね、いろんな言葉に紛れててね、オウム店長ね、日本語全然探せなかったの。どれどれとか言って。新しいゲームピロスやってます。前回のクワルトっていうゲームの会社、別の会社のところの、別の会社じゃない、同じ会社の別のゲームなんだけど、難しいな ここの会社が結構ボードゲームとしては有名？結構いろんなバージョン出してるよね。出してるようなやつで、今ピロスっていうのをやってます。で、今初めての戦いしてるの。はい、じゃあここに置きます。どこに置きました？ここに置きました。あ、4辺が作れると作られてるわけですね。何？なので私はもうここに置きます。ピラミッドの頂上一番てっぺんに置いた人が勝ち、もしくは持ってる玉がなくなった方が負け。なるほどね。これ上は動かせるのかな、こうやって。それはダメ。もう一個上になら動かせます。あ、上に行かせるんだった。確かそうって書いてあった気がする。なるほど、ね、ちょっとスマホ、このね説明書が難しくてね、スマホでね説明を見るっていう。そういうことだよね、うん、さらに上に乗せるときは下の下からいけるってことだよね。うん、なかなか難しいじゃん。あ、配置済みの弾を移動させる場合はもともとあった位置よりも上段に置かなければなりません。あ、はいはい、あった。そう、難しい。どこに置いた？ここ。あ、そこ、うん、結構難しいですよね、うん、頭使うわ。絶対移動させれないし、私なんかね私もルール説明見ながら見てます。あ、ぜひぜひあのピロスルールって調べると、そうそうそう、上の方にめちゃくちゃ親切なルール書いてあるの出てくるので、それを見ながらご覧くださいませ。じゃあここに置きますね。ピロ式ってなんだっけ。分かった、こいつをここに乗せます。お、できます。そうだよね、うん、一個上にだったら OK だ。そう、乗せれる。いや、困ったな、すげー地味。いや、本当にちょっとこれで邪魔しよう。ここにします。頭使うわ。ロシア料理か、食べたことないや。もうね、下からはね移動させれないですもんね。そうだね、めっちゃ地味。前回なんかね、前回って別に色があったわけじゃないけど、ここ取られたー。やろうと思ったのに。ってなると、ここでもめちゃくちゃ最近頭使うゲームばっかやってる。なるほどね。ピロシじゃない、なんだっけ。ピロス混ざったわ。ここか。じゃあそうすると、うんうんうん、はい、やばい、先行きつくね。いや、わかんない、だってなくなっちゃうもん、はい、手札最初に。確かに、ポニテちょっとね、ポニテにするとね、ここハゲちゃうの、ハゲてんのバレるんですよ、昔からこれ。シノが絶対1個多いって、手札は一緒なのよ、数は。ここに置いた。あれ？ここに置いた。あ、
ほらやっぱ線香が巻けるじゃん。線香巻けるじゃん。いやいや、わかんない。でもここしか置けないもん。からの私がラスト頂上に置いて指導の勝ち。指導の勝ち。俺線香きつくない？いやでも、うん、あれじゃないですか、うちは多分使いすぎた、こっちのやつを最近乗せすぎたから、ね、乗せすぎましたね最初ね。本当はもっと駆け引きがあるんだろうね。でも結局そうやると車椅子ラグビーの拮抗してるのと同じだね。入れて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 、確かに、ね、ずっとこういうのが続いちゃうとさ、そう、ね、あれじゃん、ゴールボールとかも全然入れられなくてさ、うん、入れられない入れられないでやってると拮抗しちゃうと先行が、じゃあちょっと先行後攻変えてやってみません？じゃあ次後攻でやってみていい、うん、まだ1回目だったから様子見な感じでやっちゃったし、うん、今ねなんとなく分かった、うんうん、本当は4隅取ってね、もうちょっと考えて、そうそうそうっていうのが必要なんでしょう ね、 そうなんだろうね。見てる皆さんルールお分かりでしょうか？これもうちょっと簡単なのかと思ったら結構使うな頭。いやなんかもう一個結構難しそうなやつをご用意しておりまして、それをオムテちょっとなんか難しそうだよこっちみたいな、じゃあこっち詰めばいいでしょみたいな、そういうノリで言ったら、説明書見たら、いや結構難しいっす。結構頭使うじゃんこれ。そう、なんとなくわかった。そう、やぜひね、もうルール説明はやってしまっているので、うん、二窓とかでピロスピロスねで調べてルールを見ていただくと。とりあえずしのさんに負けました。なんか勝ちました。でもこれで俺が高校で先行ね、うん、でこれシロちゃん勝ったらそんな先行高校関係ない、関係ないじゃなりますね。なるよね、うん、じゃあ私先行で白でいきます。はい、ここで、あ、ピロスは簡単に言うとフランスの5目並べなんですって。はー、まあ、4目並べってことだよね。そういうことね。4目、その4つの四角を作るって感じ、うん、なんかちょっと破天荒なことしちゃっていいかな、よくわからんから。置き方も考えなきゃいけないところか、うん、なんかさ、1段目で結構変わってくるような気がしますよね。そうだね、うん、1段目でどれだけ、そう、どれだけなるかどれだよな。そういうことか。どこにするの、ここにします。本当だね、5並べだねこれね。懐かしいわ、よく5目並べよくやってたから、ね、いかに4つを角に並べるかがポイントと、うん、そうだよね。ディノス、富士山グループの通販、ディノスって通販の名前ですか？なるほどね。で、4つ隅が4つあるので私はここから1個載せます。なるほどね、なるほどね。あー、そういうことか、やられたわ。そう、四角並べると2つ1つ戻せるらしい。あー、もうすげえじゃん、もうマスターしてる。マスターしちゃいましたねこれね。うっかりミスじゃん完全に。どっちか置かないかなって思ってたの。うっかりミスじゃん。そういうことか。そういうことですね。でもここで調子乗ると多分ね、じゃあ俺端取るわ。そう、端っこ取ってもろって、うん、私はここに置くと。あ、賢いね。そうか、黒余ってないですもんね今ね。本当だよ、ね、余ってねえ。余ってねえなと思ってんだよ。余ってないですね。そうするとこれ、有識者の方、2段目から2段目を制した人はもう勝つみたいなね。ね、2段目を4角に並べても2つ戻せるってことで合ってますか？合ってるか？もう合ってんじゃないの？4つ並べれば。ねえ、有識者もどのゲームにも毎回有識者いてくださるんで。あ、知ってる人いる？ピロス詳しい人。ねえ。いや、なるほどね。カカ西やった。合ってるって。なるほどね。じゃあ。うん、ここに乗せる。あー、私邪魔するべきやったんや今。そうだよ、変に考えちゃったわ。そういうことだよね。え、しまったわ、戻したって。ここにしよう。そしたらここで
阻止する。まあそこはね、じゃあ私ここに、これここに映ればよかったね。ほんとやね。あーやだ、間違えちった。そういうことだよね、多分ね、うん、全然見てなかった今。なるべくここから出さない方がね、展開させないといけないってことで、完全に私のミスで負けてるわ今私。今遊説になったよね。遊説ですね今のでね。でもこうなっちゃうと、そうだね、まあ、ここ止めるしかないな。うんうん、はい、じゃ封印中でしょみんな明日は。はい、そうすると今私がミスしたのみんな気づいてくれてたかな、さっきオム店長はね言ってたけど、この前なんかオム店長なんかに置いてあーとか言ってましたよねみんな。そこに置いたかーみたいな。あー、そうそうそう、あー分かんないんだよな。どうしようかな、ここしたらここ行かれちゃうからこうだろうな、やっぱしな。どうでしょう。うんうんうん、なるほど、ね、じゃないと上詰まれちゃうもんね。頭使うわ、結構使う。でも5並べっちゃそうだね、ちょっと近いよね5並べに。はい、しれっとね。これ下は下で動かせない、上に乗せる時、そう上に乗せる時じゃないと動かせないっていうのもあれですよね。そうだね、肝だね。ちなみに私もう負けそうですよ。そうなの、うん、もうここ阻止しようかな。確かにね、で私が、はい、これを上に置くと。なるほどね、うんうん、そうすると一番下から上に置いていいの、一個上げるから。1個だからこれ1段で2段目だから3段目のところには1段目からは乗せられない。あ、乗せれるんじゃないですか、乗せていいの、上の階 2個上になるわけ。え、いいんじゃないですか、多分上の階なら調べる。それもありだったら上段にって書いてあるから、うん、あ、じゃあ今一番下にあるやつを上段に乗せることもあり、うんうん、可能。なるほどね、あえて、うん、こいつを、うんうん、上に乗せる。なるほどね。あえてね。じゃあ私はこれをここに乗せますね。あ、やるね。やるね。やるね。そうするとまずいじゃん。まずいじゃん。あえてね。オム店長の声君な聞こえてるんかな、聞こえてるか。ちょっと待ってよ、ここ置いとるダメなんだ、取られちゃう。あー、なるほど。オム店長ね、集中してくるとこっち側入ってくる。しのちゃん意外に起点聞くね。起点、いや違いますよ、うん、オム店長があえてねとか言ってやりだしたから。ボケツ本で撮ってんじゃねえかよ。密ですやって聞こえてるよって。ここうんね、そうなりますよね。そうなるよ。あー嘘、やだな、置きたくなかったな、そこだろ、うん、そうするとここ阻止しないで。そう、そこが置きたかったのですよ今ね、ここからね、ここ置けばよかったのにね。本当だよ ね、 ね、そういうところがうっかり。そういうとこですよ ね、 ね、私もやっちゃったからそこは。それだよね、それですよ ね、 よね、難しいよ。手札なくすなっつってんのになんで出しちゃうんですよね。これだよ、そう、ここのね、手札をなくした方が負けなんですよ。下から置きゃよかったのに、ね、じゃあ普通にここに置きます。じゃあこれこそ、うん、こいつを、うん、ちょっと待ってよ。
そういうことだよね。どこに置くか。いや、阻止するためにはやっぱりこいつをここに置く。うん、まあそうですよね、そこを取らなかったらね、うん、これじゃん、そういうのは。じゃあ阻止するためにここかな。そうすると、これはこいつを、うん、そうそうそう、そう、私はそこしかなかったから、結局地味な戦いが繰り広げられてますが。いや結局なんよな、私負けるなこれ。そこに置いた、うん、あったのかな勝ち筋。いや あそこでミス神経ももしかしたら勝ってたかもしれない。上に乗せたのを下に置くのはダメなんだね。ダメです。上にしか詰めねえってことか、うん、そうするとやっぱしここしかないな。でも引けないから崩せないからもう私は出すしかないんですよね。はい、なるほど。あ、もう積み重ねちゃったらやっぱ下から取れないから、あ、私負けだ。じゃ手札がなくなって、手札がなくなって先行負けですね。先行不利じゃねえの。これ先行になった方どうにかして勝ちたいっすね。そうだ ね。ちょっと先行不利説はね。でも勝てたんじゃない。俺うっかりミス2回ぐらいやってるけどさ、そっちはうっかりミス3回ぐらいやったからさ。そうやったのよ。私うっかりミス結構やっちゃった。うっかりがないと。これうっかりうっかりしちゃいますね。うっかりするね。置きたくなっちゃうもん。そう置きたくなる。みんなルール分かってきた？なんとなく分かってきたよこれ。頭使うじゃん。うっかりないように気をつけていかないとダメってことだな。そう、なんか結構な地味な戦いだけど、わりかし一手が重い。重いね。重い。下を制したら制するのがすごく重い。どこ行ったか分かんない。大事。あ、下を制するのが大事ってことだな。うっかりさんだなじゃないよ。あ、やばい。丸が転がっていくよ。え、じゃあどっち行きますか。あ、じゃあ私高校。あれ？いいよ、俺がじゃあ先行で先行ちょっと先行頑張ってください。先行で今一緒いっぱい。一緒いっぱい先行で勝ちたい。わかる、これ先行で勝った方が勝ちぐらいの。シノじゃないわ。ちょっとなんとなく分かってきたし、うっかりミスがないように気をつけなきゃいけないことも分かったから、うん、で下を制するものがなんかこのタイプ、これを制する、制するピロスを制する、うん、なので今一緒いっぱいなんで、はい、3問目、3問目、ドゥドゥン、いきますよ。はい、神の一手。オーソドックスに。じゃあ私神の一手を。転がっても可愛いぞ。誰かな。誰が言ってくれたかな。打ち方違うでしょ、やっぱプロになってくると打ち方変わるのよ。ほらだってオム店長も竜王戦かのような悩み方するでしょ、将棋の。丸いおにぎりも多いのでおにぎりガールに就任だね。おにぎりの CM ください。なるほどね。全然なるほどじゃないじゃん。うっかりすぎじゃんこれ。あれだけうっかりするなっつってんの。今はこうあって4辺並べられたら手札かここの盤面に載ってる関係ないやつを置けるから私は置いたと。うっかりダメだっつってんのに。もう初っ端からうっかりしてるじゃん。先行なのに。先行の1うっかりって結構大きいんですねきっとね。一番でかいよ。
しかもただ、ただでさえ不利なのに、そう下の段なのに不利になったみたいな感じだよね。なんだいや、でも結構私黒ね、いい置き方されてるような気がしますね、今考えると。困ったな。この後うっかりならんければ。うっかりするよ。もううっかりするもんな。4つ揃った。ああ、うっかりした。初めて4つ揃った。やばい、うっかりした完全に。そうするとこれが2つ戻せるんだよね。うわ、やっちゃった。やった、初めて。これであれじゃない、トントンになったじゃないの。トントンになったわ、うん、トントンになった。ちなみにもう一個のゲームって何、飽きたかなみんな。ちょっと飽きちゃったかな。もう一個のゲーム言ってもいいけど内緒にしてもいいですね、うん、もう一個は次回うん、次回もう一個のやつをやりたいと思います。シノプププって やっと初めて 4つ取れて回収できて、今トントンになったから、あそれは阻止するでしょう。そこはね、うん、なんでそこに見たんだ。めっちゃ勘ぐってる。めっちゃ勘ぐってる。なんでそこに見たんだ、うん、そこもないな。乗せるか。何を考えてる。多分何も考えてないっす。待って。何を考えてるんだ。うん。じゃあね、全然考えてなさそうに見えて意外にコソコソしてるからね。コソコソ。地味な戦いだね、ごめんね。地味だね、ピラス。でも意外に考えるって、考えてる、こっちはすごい考える。私は考えてないかもだけどね。なんでそこに置いたんだ。勘ぐってくるんだけど、とりあえず阻止しとくか。うんうん、どうなってんのこれ。なるほど、なぜそこにしたんだ。なんか必殺技を言いながら置けって、つまんねえからって。だから必殺技何回も出したらあれじゃん、疲れちゃうでしょ。本当に神の一手の時に私は神の一手置くから、うん、なんでそこに置いたんだ。分かんないな。神の一手。ちょっと待って待って。いいの。あ、ダメ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 。やらかした。いい、 そういうことだよね。いい、これほらもう4つ揃ったから、これ2つ回収できる。完全に先行勝つわ今。うっかりすぎだよ。うっかりすぎだわ。やっちゃった。神に嫌われたんやないか。この神の一手は何だったの。神の一手、あ、ここがここから置けると思ったけど、うん、もう2個さっきまでだから置かなかったから、なんかあんのかなと思ってずっと。なんで置かないんだろうとか思ってたんだけど。で、2個取られちゃって、もうか勝てるわけないじゃんこの差で。うっかりしないかな。あっち分かんないよね。え、まだまだある。まだで、まだチャンスあるよ、うん、どこに置くんだ。そこに置く。なんでそこに置いたんだ。なんでそこに置いたんだ。うっかりしのちゃんしすぎだわ今んとこ。 1,2,3,4,5,6 あっち8だもん。ここに置くわ。もう二度と同じ過ちを犯さない。じゃじゃん。だよね。だよね。そうなるよね。シノは考えてないように見えて、実際何も考えてなかった。正解。で、こいつを、うん、滑った。ちょっと待って、どこ行ってた。これね、丸いからね、一回転がるとね。
こいつを今ここにあったね、これね、ここにありました。はい、これを上に乗せます。まあそうなるよね、うん、どうでしょう。いいと思います、うん、じゃあ私はここに置きます、うん、なんでそこに置いたんだなんでそこに置いたんだ、だってなんでそこに置いたんだ。いや、こシノの絵、え、ありがとう。私さ、長袖さ、もう秋、今年秋長いそうじゃないですか。長袖をね、これとね、もう一個のやつしか持ってなくて、よくみんなが見てるやつ、もうね、ベルトでね、どうにかするしかね、ないの。クマのパジャマ？パジャマじゃない、おしゃれ着、クマのこれか。どこに置きました今？ここに置いてみた。なんでそこに置いたんだ？わかんないからだよ。意味がわかんない。わかんないからここに置いてくださったんですか？意味わかんないからだよ。じゃあもうとりあえずここにね、うん、阻止するしかないと。そうするとこいつを、そうなんだよね。いや、そうなん、本当はね、ここにするかな。いや、完全に私負けルート走ってるわ。うん、負けルート走ったわ。まあ、2つ、4つとかね4つ、だからうっかりで4つ取られてるから。そう、4つ取られてるからね。あ、大きなネックレスとか合わせると良き。なるほどね、ファッションリーダーもいるわ。今日かわいい。今日なんでだ、コニテにしてチークめっちゃ塗ってるからかな。わかんない、驚きの白さだからかもしれん。私が大きいタイヤってどういうことや。よこっちゃ、あ、私マジで負けルート入ってる。うん、ねえ、そうだね、うん、これもう勝ち筋ないや。あと積むだけになっちゃったからね。うん、ジューズジューズ、いや、ジューズってやっぱ下勝負だね。下勝負ですね。うわ、先行で勝ったじゃないですか、オムさん。うっかりすぎだよ、4つも取られてんで。それは勝つでしょ。じゃあなんか ね、そう、神の手とか言って神の手ミスってんだよ。目の前のところをおろそかにして神の手やってたからさ神の手ミスっちゃったよ。ちょっと神がね、マジで味方してくんなかった。もう次私もう一回やって先行で勝ちたいぐらい。そう、いつもさ、オム店長がもう一回やらせてって言うけど、もうこれ勝つな俺だな。もうサクサクじゃあ終わらせよう。え、ほんと神の手ないですか私？ないね。こうするんだよね多分。ほんとやね。あ、もうこれで、これでね、うん、勝ちでしょ。負けたわ、残ったから。うん、神に嫌われとるの手。4つ、4つ回収したの。え、すごい。あ、そうか、回収した分だ。回収した分勝ち。うわー、回収されたらやっぱ負けだ。負けだね。1回でも回収されたら負けぐらいの感じですね。結局うっかり勝負なんじゃない。うっかり勝負だこれ。うっかり勝負だよね。うん、どっちがうっかりしてるか対決ですね。うっかりしないように、だから多分タイムでさ、なんか10秒以内に置かなきゃいけないみたいなルールをやられちゃったら。なるほどね。多分うっかりしまくるよ、ね、確かに。しかもこれなんか上級者ルールとかもあるらしいですよ。でもね、それはねちょっと大変だから、ちょっとなしで。なしで、ね、勝負されたら多分 やりまくっちゃう。うっかり、いや、タイム勝負はうっかりやるわ。あとなんだろうね、どうしても将棋とかさ、囲碁とかやってきた人からすると、うん、はい、出したいよねここからね何か打ちたいよねなんかわかる。盤面から一列並べると戻すとかね。ああ、そう、なんかちょっと工夫したらいろいろ面白くなりそうな気がするけど。私ね、今ね、下の段をね、ここだけ黒やったんですよ。あとね、全部白だったの。ああ、そうだね。そう、上に乗せなかったから、私が回収されちゃったからされすぎて、なおかつ上に乗せられてったからね。そう、そういうとか。いやー、いやー、なるほどね。今のなんかね、私負けた気しんも、うん、うっかりすぎて。うっかりしすぎでしょ。うっかりしすぎた、うん、神の手やってたから。それはもう先行後攻じゃなくて、本当にそれはうっかりしすぎ何も考えて、だってもうシノは考えてないように見えて、実際何も考えてないからな。その通りその通り。え、私先行やっていいですか？わかりました。じゃあ今日はピロスでいいかな。あ、
次回ちゃんとそのなんかもう一つの方もう一つのやつね見たい。もう一つの方はちょっとまたね、もう一つのやつは言ってくださってたじゃん、な何人か。そうなの、何人かの方が言ってくださってて、うん、面白いよって言ってくださったやつを、そうそう、あれを買いました私が。ありがとうございます。ピロスと一緒に、うん、ピロスなんか積むだけで簡単そうだなと思ったから買ったんだけど、結構意外に頭使うじゃんとか。うっかり勝負、でも前回の何でしたっけ、カタカタクワルト、クワルト、うん、クワルトめちゃくちゃ、クワルトもハマったね、今日ね私持ってこいと思ったけど忘れてきちゃって、外出てから忘れたと思ったんですけど。じゃあまた今度。意外にちょっとすげえ単純なんだけど頭使うわ。考えた人頭いいな。負けた気もせんじゃなくて負けたことに気づいてないなそれなあ、そうそう、コリドールね、コリドール、もう一つはコリドールで一応もう買ったんだけど、それちょっと次回。そう、なんか結構時間かかりそうっていうか、あの難しすぎて今日どっちにするってパッと見、こっち積むだけだから簡単なんじゃないって選んでみたけど、結構ガッツリかかっちゃった結構難しい。死のね、明日知恵熱出ちゃう。じゃあ死の先行アンケゲーやっていいですか。じゃあいいよ、どっちが勝つと思うかゲー。でも先行の方が不利だと思う。いいの。いやもう私は先行で勝ちますから。俺も先行で勝ったからね。そうそうそう、ってことはですよ、うん、俺がうっかりしなきゃいいんでしょ、うん、これもうマジでうっかり勝負ですよ。うっかり勝負だね、うん、時間で煽られるとこれちょっとまずいかも。10秒とかやばいですね、うん、やばいねさあどっちが勝つと思いますか。1オム店長、2シノ。シノさんが先行で私が後攻ということで、今のところ先行の方、あ、後攻の方が有利だけど、うっかりすると有利にクソもない関係ないって言ったらうっかりが、そう、うっかりしない。このうっかりっていうのはこの4つ、同じ色が4つ並べられたら2つ回収戻せるの、自分の手札に。で、手札をねが全部なくなっちゃうと負けちゃうからっていう。そう、うっかりはちょっと気をつけよう。 それをねさっきね2回やっちゃったの私。やらかしたね、やらかしたの。コリドールの方がルール単純なんですって。あ、そうなの。そうなの。なんか見てくれだとこいつ積むだけだったから次簡単かなと思った。だってオム店長最初セットするときにもう積んでたもん。そうそうそう、ね、これ積めばいいんでしょって最後に置いた方が勝ちなのかなっていうすげえ単純に考えてたけど、うんうんうん、回収していいとか、なんかこうだとかそういうのがルールが後からちょっと知ったんでね。それでは皆さん大丈夫そうですか。お、それでは締め切りです。せーの、バン。ちょっとでもシノのこと応援してくれてる一人いるわ、多分 20%、ね、10人中2人は応援してくれてる、応援してくれてる、ありがとう。2人のために頑張るよ。ありがたいよこれは本当に。これ写真撮っとく、これいいやちょっと80-20でした。さす師匠がね、師匠が多分勝つ、シノに入れてくれたということで。じゃあ進むか、壁作るか。なるほど、ね、たまにうっかりしちゃうんでうっかり始め、よろしくお願いします。じゃあ先手シノさんから、私ここでやります。それでは参ります。竜王戦第4局、4局お願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと一旦お茶飲もうかな。じゃあ、あ、そう違うだってさ、こういうの将棋とかって打つ前にやるじゃない。打ってからやらないか。まあいいや。打ってやっからやるんですか。なんか、まあいいよ。相手を動揺させる作戦です今。そうなの。じゃあ俺もさ離れてからやってみようかな。そしたらどうなんだろう。ああ、なるほどね。こうなったらどうなんだろう。こうなったらね。真似こしてくるんですけどいや真似じゃないや、囲碁と同じよ。あったもん、光の碁の真似てやるの。そうし、うん、光の碁の漫画に高校の人が全部打つ手を真似てくるっていう、うん、でも作戦だよね。待って、うっかり入んないかな。あー、なるほどねいただきました違う、え、どれ今のさ、うん、乗せたのは乗せたでいいんだけどさ、うん、ここにさ打てばさ、うん、もう
両方取れるよ。わかる？一回じゃあ私がここを行ったとして、でオム店長がどっかを阻止しても、阻止したとしても4つでここに乗せてもってことか、うん、ここに乗せてもここ阻止してもここでほら4つが作られてる。ほんとだ、ダブルで。そしたら2つ生まれるじゃん。今ここに乗せるってことは1個だけでしょ。うわーほんとや、アドバンテージ1個だけ。こういう、なるほどね、うん、そういうことか。なるほど、だから逆にちょっと遠回しでやるといいんすね。逆に先手が強いな。え、ダブリーやんって言ってる。そうそう、ダブルでしょ。ダブルリーチだったんだよ今。はあ、こいつここに置いちゃうと、もうこれうっかりどころか、私まずそれを気づいてなかったですね、完全に。やった、上乗せた、あれたって言ったかもしれないけど。なるほどね。あ、じゃあ分かってる人はここに置いて、そうそう、置いたら俺はここに乗せても、どこを阻止しても結局ですもんね、うん、絶対勝てる。うわー、やり直し。いいのに、うん、やり直し。焦ん、分かった。なるほど。ちょっと私それは気づけんわ。だから気づいて、うっかりなくして気づいていかないといけない。ねえ、うわ、新しいの来た。ダブル神の手いきますね、じゃあ。神の手ちょっと誤算多いから。誤算多いから。はい、今俺負けてたよね、ダブルだったらね。そっか、だから俺もう、いやマジ私考えてるようで何も考えてなかったわ。じゃあそうそうそう、ね、上に置くことしか考えてない。そう、上に置くことしか考えてなかった。そう考えると変に離さない方がいいってことだな。うーん、これしとこ。なるほどね。そうか、そっちの方が先手の方が強いよな、そう考えると。あ、そうなるんだ。そうなるんだよ。へえへえとか言って。なるほど。へえ。そうか。あれ、これさっきとどう違うの？あ、違うか。全然違う。置き方違いますもんね。ここに乗せてくるだろう、多分な。じゃあこうすればどうだろう。で、私もここに阻止するしかなくて、で、俺が多分、うんうん、ちょっと待ってよ。そこに置かれてまずいもん。なんかね、置いちゃうとね、もうこっち持っちゃうんだよね。さっきの話と同じじゃん、これ。だからそうだね、俺はここ阻止しといた方がいいと思ったよね、あえて。あえてね、うん、あえてね。どうしようかな。もう乗せちゃ、ちょっと待ってね。なんか乗せるの怖くなってきますね。上にね、抜いて。でもまあいいか、今は。そうだね、うっかりがね、うん、いいかな。はい、なるほどね。うっかり気をつけ、多分真ん中取った方が強いじゃん、2段目。そう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 、だから俺は逆にここにこうすります。うんうん、うん、そうだろう、そうでしょ。そこはさすがにね、うん、攻めるね。攻めるね。うん、阻止するでしょ。まあそうなるか。ここに置きます。そうなんだよね、うんうん。やるね。いやでもさっきどんな形か覚えてないんだよな、さっきダブルリーチ。いや今さっきも似たような感じでしたよね。似てたから、俺が阻止した。普通って上に置きたい気分になっちゃうんだけど、うんうん、置いたらダブルリーチされちゃうから。なるほどね。よく気づいたね、みんな。ダブル D1 しな、気づかんかった。そうくるよね。くるよね。阻止するよね。するよね。あー、で下からも、あ、いけるな。いけるね。いけるね。やるね。
いや、そんなことない、やばいわ、ここに置きます。どこに置きました今。やるの私今やってたんかな、超追い込まれてる、マジやった、追い込んでる追い込んでる追い込まれてる、よく分からんけど追い込んでるみたい。私そうぶどう、ぶどうね食べたいんだけどね、今食べるとこれ触れなくなっちゃうからね。いやでも結構消費されてんな私。やるな結構消費されてる玉。やばいね。いやこれはちょっと俺追い込まれてるな。もう昭和の子しかない。かあ。やるね。子じゃない。うわもうだ、うわくそ、うっかりしてくれればよかったのに。ダメピだ。狙ってたやつができなかったですね。もうここどっか置けないかな、上置けないか、置けないんで、ここだ。そうするとここ阻止しないといけないんで、でしょ。ああ。いやでもどうだ、はい、しまったんじゃねえのこれ。え、でも待って待って、え、わかんない、この場合ってどうするの、有識者の方聞いてもいいですか。これってもうここ置くしかないですもんね。そうだね。有識者の方おられますでしょうか。置くじゃん、置くじゃん、うん、で私がここに置いた場合、ここ4つがね、そうそうそう揃ったね、揃ったので、上にあるじゃん、だから1個回収なんじゃん、1個から2個回収、だから1個回収なんだ、うん、なるほどね。で回収できていいよ、軍師、ね、そういうこと、軍師いる、オーディエンス、オーディエンス、オーディエンス、ずっと俺の負けじゃん、もうあ、ほんとだ、今回収した、ほんとだ、あれ先手で勝ったよ、勝ったよ上でも、上の段でも狙えるってことだ。え、例えば、うん、え、そう、え、ここで私が打ったとして、あ、そっか、こうなるのはこっちでもうやってたから、だから俺困ってたんだよ、あ、俺が打ったら終わっちゃう、私がこうやって、で、オム天使こうやって、そっか、結局上にも勝てるってことか、うん、そうだね。あ、じゃあ途中からなんで、もう俺途中から俺苦しんでたから、オム店長うっかりしました今、うっかりじゃなくて詰められたえ、こっちとこっちに置けなかったの、ここが空いてたじゃん、うん、だって私ここ、ここがね全部白にしてたから、2段目で4つになるから、どっちもだから追い詰められてたの。そういうこと、え、じゃあ私三国志でいう角だったってことですか、角先生みたいな、例えがよく分かったけど角先生だったってこと、軍師みたいな感じ、そうだね、勝っちゃった。それを考えてないで追い込まれてたのがちょっと悔しいけど。カードじゃないね。ええー、勝っちゃった、勝っちゃった。分かった、分かった。うん。なるほどね。そういうことね。そうだね、もう。そうね。そういうことだよ。そういうことか。2勝2敗。2勝2敗だ。さあ、やめとくか。もうね、9時50分だから。もうみんな飽きてきてる。だって絵面としては地味ですもんね、超地味だけど超頭使うわ。でなるほど分かったよ、やっぱし4回ぐらいやって、いやでも、そんなに私あのオム店長がすごい、うわ詰められてるとか言うじゃないですか、うん、やるねみたいな、うん、分かってないからそういや私なんかやって、えー、みたいな、え、結構勝ってんの、なるほどね、これわざと攻めさせながらそこに置かせるって、こう上で4つ作っていくっていうね、えあれはなかなかナイスな考えだね、でしょでも私途中で、あ、両方角置けるやんとは思いましたね、そうそう、確かに
角というか丸ここ置かせたら勝ちみたいなさね。なるほど、すごい。そう、確かに刑事みたいな。置かせる動きはできましたね、今ね。そうそう、置かせていく。ちなみにここの会社さんの今回の袋もすごくシックな感じでね。そうそう、お片付けとかもできるんですけど。なるほど、引き分け。引き分けだ、マジで。ピロスはちょっと地味だけど頭使った。これが、うん、押しまう袋。後でしまってください。で、前回ね、このクワルトっていう、見えないけどね、うん、クワルトっていうゲームをしたんですけど、これをね、ここにね、隅にね、いろいろ書いてあったの、これが。そう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 、それでね、あ、じゃあこれとこれ買おうみたいになってね。そう、一応ピロスと、あとさっきこれコリドール、うん、これ買った。面白そうなやつ。そう、次回ちょっとコリドールやるわ。意外とこっちの方が難しかったりするんですかね。さっき誰か解説してくれすぎたでしょ。単純だって、進むか壁作るかだけみたいって。でまたうっかり、うっかり、うっかりゲームなのこれ。うっかりゲームですよね。うっかりゲームじゃん。いや、だってクワルトもある意味うっかりゲームですもん。まあ、そうだね、うん。うっかりゲームってどっちが先に集中力をなくすかの、やらかすかみたいな。そう、やらかすかの戦いでしたもんね。そう、やらかさなかったら後攻が強いのかな、先攻が強いのかなとかなってくるよね。確かに。え、じゃあ結果これはどう、うん、先攻が強い、最終的には拮抗しちゃうってことだよね、うん、ちゃんとうっかりがなくて。あ、でも分かんないよ、さっきだって先手必勝で、あ、詰めてもうだからそこに置いた瞬間にもう詰められるみたいなのがあったし、あるかもしれないし。さっき私がうっかりしなかったら勝ってるし。そうかね。まあどっちもどっちってことだよね。そうだ、そうですね。将棋もさっき先手で私がうっかりしちゃったから負けたしみたいな。将棋も囲碁も同じじゃん、結局は。いや、ボードゲーム楽しいですね。いや、なるほどね。すげえ単純で地味だけど頭使うわこれ、うん。最近スゴカフェボードゲーム紹介会ですから、紹介配信。しのちゃんわかんないんだよね、めちゃくちゃね、なんかね、すっとぼけてね、すごい戦略的に来るかと思いきやね、何にも考えてないでね、勝っちゃうとかね、それ積んでたとかね、考えても考えてもよくわからないから手強いよ。めちゃくちゃ手強い。あれですもんね、スポーツ選手とかってね、相手の傾向と対策考えますけど、意外に考えてそうでね、考えてる時もあればね、考えてない時もあって、戦略が立てられないわ。それな、うん、私もわかんないもん、気分で変えたりするし。そうだね、そう、宣言中。そんな感じでね、ちょっと今日はこれもう面白かったです。面白かった。今日面白い、碁並べとかハサミ将棋とかそういう類に似てるよね、うん、だからちょっとコツが分かれば、これでも小学生でもいけんじゃない、ね、コツ分かれば、コツが分かればいけそう、うん、なんか詰め将棋やってるみたいな感じでね。そう、小学生の方が頭柔らかいから。そうだね、あーとか言って、碁並べとかめちゃくちゃやってたよね、小学校の、うん、小学生の時やってた。でこういう風にしたらさ、ほらダブルでダブルリーチかけられて勝てるみたいなのとかさ、うんうん、先読みしてやるじゃん。これもそんな感じだよね。先読みが大事なんだ。そう、誰打った手によってこう詰められるんじゃないかとかさ、うん、これの場合だったら回収ができるかどうかでしょ、うん、頭使うわ。面白い、面白いね、面白い。ちょっと次回はコリドールやります。やりましょう。でいつ次、次回が、舞台の レッスン大丈夫、うん、あれ次9月、いろんな意味で大丈夫じゃないけど、9月の20、うん、9月の3かな、 2? 今日6日だから23、祝日、20か20日だ、祝日です。今日6日だよね、はい、だから2週間後20日、9月20日、うん、敬老の日って書いてあるけど、敬老の日、9月20日最近カレンダー嘘つきだけど敬老の日なのかな、なんかそれは赤い日、祝日らしいですよ。あ、そう、大丈夫ですか。9月の20日敬老の日、うちの娘の誕生日だな。え、大丈夫ですか、これでかな、分かんない、またシルバニアファミリーとか買ってないでしょ。シルバニアファミリー買ったら怒られるかな。遊ぶ、いやでも分かんない、大きくなったから逆に遊んでくれるとかね。いや、むしろもっと 返却されるんじゃん。まあいいや、20日で、20日の敬老の日ですね、にしましょう。うん、シルバニアファミリーの日だって。
そうなの俺シルバニアファミリーを回収、あの返却された日、返却された日、そのサラダ記念日みたいな感じで言わないでください、うん。じゃあ9月の20日の月曜日に、次回はコリドールをやると。コリドール、うん、であれかもね、ルール見てもらえると結構楽しいかも、うん、最初から。でこれであれなんじゃないの、勝敗は決まるんじゃないの。今日引き分けだったかもしれないけど、前回どっちだ。前回オム店長勝ち。その前は何やったっけ。その前何やったっけ。何やったっけ。オセロが勝ったのは覚えてないな。筋肉。あ、筋肉。筋肉やりましたよね。筋肉勝った。あ、じゃあトントンじゃない。トントンやな。トントンだ。最終勝負じゃん。9月20日。うん。最後の勝負だね。最後の勝負。ボードゲーム最後の勝負。これでもうボードゲーム終わるのか。いや、他にもなんかいいのがあれば教えてください。お待ちしてます。ちょっと最近あのこういうちょっとハマり始めて。そう、面白いですね。やるわ。うっかりしちゃうわって感じで。面白いボードゲームやったりとか、ゲーム、そうそう、おすすめのゲームがあったらぜひ、うん、ご紹介お願いします。よろしくお願いします。オム店長の娘さん20日だって。そうなんですよ、あのシルバニアファミリーを回収いらないっていういらないって言われた日から早何年、もう何年だろう ね。おせろって言ってんのこれ。よし、さあということ で、ね、あ、告知ありますか。私は今週ちょっと目の検査に行って。いや本当にお大事にです、ちょっと本当に何もないことね、なんかみんなビビらすんだよ。いやでもなんとか病だとか。さっき私ブドウを食べて、うん、目良くなったの、懲らしめといたんで。あ、ブドウをね、はい、食べてくれたんでね、はい、じゃあ俺も食べよう、ブドウ、うん、後で、うん、ブドウ膜炎ね。そう、ブドウ膜炎の疑いがある、なってます、ブドウ膜炎ですって。あ、ただもうそのあとさらきがなんかなんとか病なんとか病とかいっぱいあって、検査をしないと何なのかが分からなくて、ただね、これで治るケースもあるし、うんね、もし なんとか病とかついちゃったら難病してるんですよね。 大学病院行ってくださいみたいなさ。うーん、すげえなんかビビらすからさ、まだ検査してないのに何もないといいけど、何もないことはもうないのか。だから目薬してね、今目薬して痛みとかないからさ、うんうん、それで終わってくれればいいんだけどさ、もうずっとやっぱりこの1年以上ね、ずだからテレワークとかさ、うん、やっぱこういう確かなるよね。だってずっと引きこもって日当たんないで動いてなくてさ、そうそうそう、パソコンしかしてないんだよ。パソコンスマホをずっと見てる生活ですもんね。確かにそうなるよねって思うけど、そうなっちゃいました。いや本当に、だって皆さん本当に気をつけてね。外出ると太陽眩しいもん、めちゃくちゃ眩しいよね。サングラスか、昨日とかもう蛍光灯だけでもう目が痛くて、うん、痛くなりますよね。で薄暗いところにいると平気なのどんだけだよみたいな。すごいわかるそれ。電気つけたらもう眩しくてダメみたいなさ、うんうんうん、いや本当に ね、目はね気をつけないと。気をつけましょう、皆さんお体には気をつけてお過ごしくださいませ。なので次回ね、何でもなかったですという報告ができるように本当にしていきたいと、ね、笑いながらねゲームがしたいです。なんかね、ちょっとしんみりした感じでゲームしたくないですからね。そう、見えないから心の目で打つみたいなかっこいい、かっこいいけど。いやさ、この間ただブラインドサッカーとかさ、うんうん、そういうの見てさ、ほら目見えなくてマラソンでね金メダル取った人とかいたじゃん、すごいなとか思いながらさ、ね、いやちょっとそれはないんだよ俺の、なんかそう人生の想定外に、うんうんうん、想定外だからさ、ちょっと目が見えなくなる、うんうん、大事にしましょう。目は大事ですよ、ね、本当に。そう、私の方は舞台ありますので、うん、ぜひ皆さんツイッターとか見て。そうですね、12日からチケット発売でございます。9月12日、うん、9月12日からチケット発売。チケット発売予定。で10月が7、8、9、10だっけ。そうです、7日は映画、うん、8日はリーディング、90は本公演で芝居。おう、で現地もありだしオンラインでもやる と、 あるよと。で篠さんへの口座をに振り込むのもありという銀行口座いいじゃん、やってみたらいいじゃん試しに、ね、試しに。いやそれで何万とか入ってたら怖いですからだからいいじゃんそれ、一口1万円からお願いしますもうチケットとかじゃなくて現金をプレゼントしますよと。これ差し入れもないしさ、うん、ね、だって、うん、花もダメなのかな。お花も結局だから何か送ったりするのも、うん、こう売買するのがもう禁止になっちゃって。そう、手渡しとかでね、
見るだけじゃなんかしっくりこないじゃん、やっぱり。いや本当にあの芝居好きな人は見に来ますからね。そうだ、行くけどそこでなんかまた買ってあげたりとか、あ、まあ、なんかファン心理としてはね、そう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 、もうやりたいのにそれを NG なんでしょ今回。お手紙も NG です。あの手紙も NG なの？あのいただくことが、あのやっぱコロナの直接のやり取りがダメってことでしょ。そう、感染拡大状況、振り込みがいいと思う。そう、あの事務所に送ってくださったりとかはいいんですよ。だからそうさ、事務所とか、うん、あんま大きな声言えないけど、うん、事務所とか、うん、なんか返すと、うん、中抜きされんだろ。確かにマージンとかが、ね、だから直接あげたいのよ。そういうことね、うん、ちょっとちっちゃい声で言うけどさ通ってんね、全国。だから直接この口座に振り込んでたら超直接じゃん。超直接ですよそれ。やっぱファン心理からすると直接あげたいのよ、うん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 、だから見に行って直接何かあげたりとか、うんうんうん、まあ、行けなかったとしても直接なんかこういっぱい演者がいる中で1出しの3円ってか、あ、それやりたいの、はい、うんうん、お花とかもね、うん、それをやりたいの、特別扱い。なるほどね、うん、だから事務所にじゃなくて、うんうん、直接振り込む。ものだったらいいよ、事務所に送ってくださいって、ね、いつもプレゼント、誕生日プレゼントみたいにさ、うん、それは箱ごと持って帰れるからいいんだけどさ、うん、抜きそうじゃん。抜くかもしれないですね、大きな声では言わんけど、うん、確かに抜いちゃうから。うなので皆さんも本当に直接ね応援したいっていう人は直接あの現金書き留めで住所教えとるやないかいそんなやばい事務所なのかやって分かんないですもんね。そうね、だってそれ当たり前だからビジネスだから。そうですよ、うん、ビジネスだもん。場所をね借りてるわけですしね、送ってもらうっていうね、そう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 、うん、なんでもそうビジネスなんだから。そうそうそう、それは正当法ですよ、悪いじゃなくて、うん、皆さんもそれでねいろいろなことやってる、ね、うん、まあ、オリンピックがそのねもう代名詞じゃないですか、うん、どんぐらい抜いてんだよみたいな深くは聞かないですけど、そんな感じでございますね。あとはあのペイペイでもあの T カードでも何でもポイントもポイントもお待ちしてます。ポイントも還元よろしくお願いしますって感じです、はい、いや今そういう時代になってきた。そうそう、そういう時代ですから、そういう時代だ、現金だけじゃないぞと、ポイントとかペイペイとかでね、あ、そうそう、アマゾンギフトコードとかね。あ、まあ、全然いいっす。いいっすね。全然いいっす。めちゃくちゃいいっすね。アマゾンギフトカードはね、私めっちゃ使うから。もう今時代が変わってきたんだ。そう、時代です。何も金じゃねえと、うん、ね、そういうのもありなんだ。ありじゃ。面白くなってきた。面白くなってきたじゃないよ。スゴカフェの口座作ろうかな。いいっすね、スゴカフェ。これ投げ銭できないもんね。そう。あ、今あるんじゃないかな、投げ銭一応ね。でもね、あの中抜きされちゃうから。投げ銭も、あ、そうか。でもそのシステム自体、そう、システムにね、行っちゃうし。そうだよね、うん、クラウドファンディングも全部取られるでしょ。 20% とか 30% 取られるんじゃん、うん、あのね、その 20%30% って結構でかいのよ、うんうん、額が大きかったりすると大きければね、大きいほど。そうするとなんか何を守っていくんだよ、本当にこの人たちのためにあげてるのにってすげえ思う時あるの、うんうん、赤十字だってそうだからね、 30% 持っていくからね、あれ、うん、寄付なのに、うん、寄付で運営してんのよとかちょっとたまに思う時あるのよだから直接、うん、だから直接がいい、うん、本当に直接派なの私だね。だそうですでは9月の20日ですね、次回は。スパちゃんも中抜き、そうなんだ。 YouTube のシステムに抜かれて何パーセントか、うん、そうですそうです、まあ、でもそれが普通かまあそういうシステムじゃないとね、そうじゃないともうシステムエンジニアさんとかもねやっとられんですよ。まあそりゃそうだよね、そういうビジネスなんだもんねそうなるほど、勉強になった、ね、じゃ あのなるべく直接お願いしますお願いします。じゃあ次回何でしたっけ、9月の20日に、はい、ゲームをします。陣地取りゲーム、そうだね、コリドールコリドールコリドールやりますね。その他何か、おすすめのゲーム何でもいいんですけど、うん、テーマも全然受け付けてますね。受け付けてます、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます、よろしくお願いします。はい、では本日のスゴカフェ閉店でございます、はい、お疲れ様でした。バイバイ。